ドラクエ5で初登場したメタルキング装備、最強装備のイメージがあるメタルキング装備ですが、初登場の5での性能はどうだったのか見ていきましょう。まずメタルキングの剣ですが、文句なしに強いです。攻撃力はなんと130、5に登場する武器の中で最も高い攻撃力を持っています。しかもそんな最強武器メタルキングの剣が手に入るのは青年期の序盤も序盤、オラクルベリーのカジノです。必要なコインの枚数は5万枚と一見めんどくさそうに見えますが、リメイク版のスロットは適当に遊んでいれば勝手にコインが増えていきますし、 PS2 版に至っては簡単に30万枚のコインを入手できるため、入手自体はそこまで苦になりません。オラクルベリーの時点で数本入手しておけば冒険の大きな助けになる、というか普通にチート級の活躍をしてくれます。ゲームバランスが大きく崩れてしまうため、普通にドラクエ5を楽しみたいなら手に入れない方がいいかもしれませんね。さて、入手時期と攻撃力から間違いなく最強武器であるメタルキングの剣ですが、最終的には素の力が高いキャラクターはハヤブサの剣、吹雪完全耐性を持つモンスター以外には吹雪の剣を使った方がダメージが伸びます。敵の耐性を全て覚えることは難しいですが、とりあえずミルドラースの第二形態とエスタークには吹雪の剣の方が有効だと覚えておきましょう。続いてメタルキングヘルム、エビルマウンテンの宝箱から拾うことができる一品物で、守備力70と全頭装備中最高の守備力を持っています。耐性は何もありませんが、5の頭装備は基本的に全て特殊効果がなく、あったとしても全く活躍どころがない、なんであるのかよくわからない効果なので特にデメリットにはなりません。主人公には太陽の冠、男の子には天空の兜があるため、お気に入りの仲間モンスターに装備させてあげましょう。続いてメタルキング鎧、謎の洞窟で拾うことができます。こちらも守備力95と最高の守備力を持つ鎧なのですが、耐性が一切ありません。無耐性です。まあ王者のマントや天空の鎧、プリンセスローブなど人間専用の装備を除けば5の鎧の耐性はそこまで優秀ではないんですが、それでもクリア後に手に入る最強の鎧ということで、少しくらい耐性があってもよかったかなと思います。守備力は多少落ちますが、実質受けるダメージを30減らすことができる神秘の鎧、炎と吹雪に耐性を持つ魔人の鎧などの方が装備としては優秀なので、基本的にはこれらの防具を優先して装備するようにしましょう。多少の守備力の差よりも耐性や特殊効果の方がドラクエにおいては大事です。ちなみに256分の1と超低確率ですが、メタルドラゴンがドロップするため、運が良ければ早い段階からメタルキング鎧を手に入れることができます。まあ粘ってまで手に入れる価値があるかと言われたら、正直そんなことはないです。ここで粘るくらいなら五強の勧誘に時間をかけましょう。最後にメタルキングの盾、メダル王の城で小さなメダル50枚と交換することで手に入れることができます。守備力は70と全盾中トップの守備力を持っていて、さらにラリホー、メダパニ、マヌーサ、ザキと4つの状態上に耐性を持っています。またミミックのドロップや足元を調べるも含めて、全ての小さなメダルを回収しておけば、武王戦前とかなり早い段階から手に入れることができるのもこの盾の魅力です。このように一見するとものすごく強そうなのですが、先ほど話した鎧とは違い、盾に関してはオーガシールドや三鏡の盾など攻撃属性に耐性を持つ優秀な盾がたくさん登場しています。特に普通に買うことができる三鏡の盾が強力なライバルで、三鏡の盾と比べてみるとメタルキングの盾は物理攻撃を4ダメージほど多く軽減できますが、あちらはメラ、ギラ、炎のダメージを15も軽減することができます。一般モンスターはもちろん、ゲマ、ミルドラース、エスタークとメラゾーマや炎を使ってくるボスはたくさんいるため、これらのダメージを抑えられる三鏡の盾の方が優秀な盾と言えます。あと4つの状態以上に耐性が持てると言いましたが、このうちマヌーサ以外の耐性は装飾品のエルフのお守りで補強することができます。エルフのお守りは全てのキャラクターが装備できる上、ジャハンナで3000ゴールドと比較的安価で買うことができるため、これを買ってあげればメタルキングの盾は特殊効果がないただ守備力が高い盾になってしまうんですよね。さらに向かい風となるのが5の小さなメダルシステム、
5の小さなメダルは累積システムではなく、アイテムと交換するごとに小さなメダルを消費するシステムなので、メタルキングの盾と交換する場合、基本的に他のアイテムを手に入れることはできません。メタルキングの盾以外にもハヤブサの剣や神秘の鎧など優秀な装備はたくさんあるので、どのアイテムが欲しいかよく考えて交換するようにしましょう。以上、5におけるメタルキング装備の性能でした。5のメタルキング装備はすべて攻撃属性に耐性を持っていないため、耐性が優秀なモンスターに装備させてあげるようにしましょう。動画の方楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方お願いします。それでは今回はこの辺で。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。